部任状とは、特定の個人を、官職、異会、諸職に部任する際に任命権者側から発給された文書の総称。律令制においては部任の際には、異会は、異気授与、官職は戦時による告示とそれに付随する儀式が行われ、特定個人への文書が発給される例はほとんど知られていない。だが、平安時代中期以後に、律令制の手続きが主観すると、 部人状の発給によって、部人とする例が現れる。朝廷による部人は重要なものは、意戦時によって行われたが、一般的には口戦案によって行われた。また、検問による事故の諸職の部人が行われる場合にも、部人状をもって行われるようになった。部人状といっても、特定の書式が存在するわけではなく、書き出しもしくは文中に、部人の文言が含まれて、 部人のための文書と明確であるものを指しており、戦時、下し文、故郷書など様々な書式によって行われている。また、時代によっても変化があり、鎌倉幕府、室町幕府では、将軍家もしくは万所の下し文が、部人城であったが、守護大名、戦国、大名そして江戸幕府では、反物、主院城、国院城などによって行われている。 室町幕府の御参以下の従字の部人には、校長と呼ばれる形式の文書が出され、さらに有力な僧侶が実際には居住していない、遠方の寺院の従事を兼ねる場合には、座校文と呼ばれる特殊な部人状も出されている。その他、安土城、三鶴行城の形式の部人状も存在した。ありがとうございます。